楽器ないっすけど、いいっすか？もちろん。タカ。はい。5678。離れてってくっついてて、弾き合っても消えゆかないで、こっちへ来て振り向かないで、忘れないで思わないで、ただただ。あ、すみません。ヒロキ社長役の石川小太郎さんです。よろしくお願いします。つまんないよ。採用なんで神岡隆弘さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、意気込みお願いします。やっぱりそのなんていうか、傭兵としての頑張ります。皆さんたちの配信です。カメラ押さえたぞ。どっちなの？もうちょっと明るくやって。ご挨拶かなり遅れて申し訳ございませんでした。私、緑山智也と申します。おい、お前も説得しろよ。マキに触るな。お前何勘違いしてんの？こっちが立場上なんか。お前の歌なら世界に通用するよ。久しぶりにトモキが。ありがとう。やりやがったこいつ。朝日さん。よろしくお願いします。無理だよ、俺たちの危なくなるわ。私の店は一瞬にして地獄と化してしまった。切ない。好きなジェダイマスター誰ですか？あ、ケンちゃんに聞いて。そう、あれ、好きなジェダイマスター。今日初。今日初。今日初。よろしくお願いします。おめえは人のこと愛したことあんのかい？俺はあいつのために生きてんだよ。なんかあそこだけちょっと笑いにしたいから、はい、お前の気持ちを俺のちょっとなんかそんなことやる人いないだろうみたいな、ちょっとやって。 OK です、 OK です。そういうのキュンキュンしたい。痛い痛い。ミノル、いいのかよ。ミノル、離れてってくっついてて、まあ今エンディングを出てたんだけど、なんかしみじみ、落ち着かないといかないのに。バンドやろうぜ。まあバンドやってやってもいいんだけどよ、俺実は明日転校するんだ。え、マジか。ウィソン、カット。弾き合っても消えない、こっちへ来て。あんたが直接ちゃんと東野とマッシャーに謝れ。今からスタジオ入ろうぜ。今から。音楽が世界を救う。行くぞ。俺が救ってほしいんだよ。よし、行くぞ。だから、つまんねえやつだな。なんだと。スタジオ行くぞ。俺はつまらなくなんかね。よし、じゃあ
世界救いに行くか。俺のことも救ってくれよ。世界救うぞ。話聞けよ。なんだこれ。なんだこれ。これゆっくりに見えるじゃないですか。え、ゆっくり見える。毎秒8000回動いてるんですよ。いや、残像もね、後ろについてきてんのよ。参りましょう。じゃあ行きます。オープン。よーい、スタート。謝れ。あんたが直接ちゃんとトーヤとマキちゃんに謝れ。よし、採用。カット。オッケーでーす、はい、結構楽しくやれました。はい、でもやっぱり自分が出てる場合はちょっとまあそれは大変は大変ですよね。でも今日だからずっとゆうやさんがダメ出ししてくれてたから、はい、多分ジン君とミキポンは、はいはい、この劇団の主催はゆうやさんなんだろうなってちょっと思ってると思う。多分今は、いや、まあ、で監督が出てたから そこはまあそうでしょ、ちょっと怖いトラウマになりました。ゆうやさんがお疲れ様でした。我々はね、クランクアップということで、ね、まあ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 そんなやってますけどね。まあ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 でもね、はい、まあこれでね、撮影は終了しましたけれども、はい、今後ね、社長、秘書ということでね、はい、デビューしていきたいと思います。社長よろしくお願いします。劇場で終わりした。夏期にはね。すまんなさい。いや、そんなことありますよ。やかましきは、どうもありがとうございました。本当になんか台本ね、送られてきて出てとか言われてびっくりしたんですけど、面白いじゃんって言って、じゃあ出てよっていうことになりました。ありがとうございます。今回本当にありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。役どころがね、まあ、将棋の神っていう役だったんで、ちょっと役作り本当難しいなとは思ったんだけど、はい、まあでも結構、はい、潜った感じですか。まあダイブできたかなっていう八番の、なるほど、ね、盤に、うん、ダイブはできたかなって、そこら辺がねちょっと伝わってたら嬉しいかなっていう、うん、感じではあります。なるほど、うん、わかりました。以上。あ、はい、ジンククランクアップです。いやありがとうございました。ありがとうございました。まさかの、ありがとうございます。クランクアップってことは初めてですよ。え、マジですごくないですか、うん、どうでしたか、その高畑役は。高畑役ですか、はい、ちょっと冷静なんですけど、はい、うちに秘める熱い思いみたいなのを持ってて、そのやっぱり舞台の方でも一度見たいなっていう気持ちになりましたね。なるほど。僕が演じる鷹じゃない、はい、の人が演じる鷹、あ、どういう鷹なのかな、ファンにも興味が湧いた、湧きましたね。素晴らしい。もうすごいいいコメントじゃないですか。めっちゃいいコメントです。普通のいいコメントしてありがとうございます、うん、はい、すいません、すいません、いただきました。ありがとうございます。面白いこと言えないです。いやいやいや、十分十分です。これ営業妨害なんない、大丈夫です。僕真面目が売りなんで。ありがとうございます。売りなんだ、はい、ただ実際結構真面目だったよ。そうですね、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そう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 、こんな思い出なんかでしょ。だよね。靴の魂を込めて歌って、はい、泳いでるで歌い切ってもらう。違う曲になっちゃう。彼女マスターは前で、ごめんね、マート君のファンに。エスコだから、私エスコだからお願いします。俺唯一だから。お願いします。ひょっこりファン、はい、何ですか。エツコが悲しんでんだろ、お前。はぁ、もう今日はいいだろ、また今度にしてくれや。お前誰なんだよ。俺はエツコの結婚の話までしてたんだよ。俺もエツコと結婚の話してるわ。え、お前も。俺もだよ。え、なんでお前もだよ。エツコが俺のこと好きだから。で、どこのエツコ。そこのエツコ。このエツコ。そのエツコ。え、いつのエツコ。今の。いや、今のか。あ、ちてえ。エツコちゃんが決めないといけないんだよ。辛くても決めないといけない時なんだよ。私決められない。もうお三方
クランクアップです。え、大丈夫？初出場ありがとうございます。5回目ぐらいですか？すごいよ。ほぼほぼレギュラー。レギュラーしてありがとうございます。スカッシュありがとうございます。分かってくれたら嬉しいです。で、第一が、クマクランクアップ。一体何作目ぐらいですか？ちょっと分かんない。分かんないくらい。レギュラー3回目かな。実は、ね、そうか、まだ出てないけどね。すごい巻き返してるね。確かに巻き返して。巻き返し、ありがとうございます。あ、嬉しい。ありがとうございました。朝から夜まで結構大変だったと思うけど、はい、やっぱね、その不思議と、はい、ここがすげえ仲いいのよ。この2人がはい、なんかね、くだらない話ずっとしてんのよ。トミックは今日、真琴くんがいてやりやすかったんですか？どっちだった？そうだね、まあやりやすかったかな。安心感が、やっぱ安心感が。確か本気っぽかったね。よかった。やりやすかった。そうね。もう元気なくなってるな。確かに。そんなことないよ。疲れちゃったのかな。スタミナいいんだけど、喋ったから。すいません、本当にありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんだけモテてへんだよ。いや、笑えねえよ。どんだけモテてんだよ。じゃねえよ。お前カッカか。お前はカッカか。じゃねえよ、お前。カッカか。バンドやろうぜ。なるほどね。世紀末ってことだ。カッカだもんな、お前は。じゃあ俺は、なんだろう。カッパかな。カットー。OK でーす。引き出しいっぱいあるな。チェックしますか？お願いします。パッパ。パッパ。そんなに分かんなくてもいいじゃん。いや、なんか気持ち入ってくるとだんだんイラついてくるんだよ。雨が降る可能性があったんですけど、はい、まあ、止んで曇りですけども、で無事撮影ができるということなんですけど、はい、まあ伊藤信にね、今日はちょっと来ていただいて、はい、今日は音声さんの手伝いとして、伊藤信さんにも来ていただいております。本日きつかったので、はい、助かりました。ありがとうございます。よかった。ちょっと緊張感の、はい、すいません、お邪魔して。緊張感の話、はい、すいません、ちょっとごめんなさい。よーい、スタート。おはようございます。はい、ございます。最終日ですね。はい、撮影最終日です。すごい、格好がもう完全に結婚前風。そうですね。今日は僕も出るシーンなので、よろしくお願いします。そうだね。っていう感じになって、だから最後のトーヤっていうのは、なんかトーヤがいれば大丈夫だねっていうトーヤだから。ミッコアップです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。もうミコ一番セリフ多いからね。え、そうなんですか？ゲスト YouTuber の中では一番。いや、もう本当にこの頭の悪さが出た。いや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 、すいません、もう失礼なしすぎですよ。いやありがとうございました。本当に忙しい中、すいません。今日もこれからね、だって撮影らしいね。いや、今日もこれからね、撮影。まあ、あと残り1シーン。そう、全部終わる予定。そう、お疲れ様。いえ、まだ終わってないですけど、すみません。はい、ありがとうございました。そこまでの道のりは多分一瞬なの。どういうこと？だから今辛くてもいいってこと。修行だろ。はい、ですね。ありがとう。
OK です。ありがとう。はいはい、OK です。そしたらこれで馬にっぽいよね。これで馬にです。はい、ちょっとコンテンツありがとう。よりこれでということは、ということはクランクアップです。おめでとうございます。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、シューティングスター、はい、舞台でやった作品をまた、はい、こうやって映像化してみたわけですけれども。そうですね、はい、まあなんかいろんな気持ちになりましたけど、はい、やっぱそのもともと役ありで書いちゃってるから、はい、その例えば YouTuber の、はい、その方々を生かしきれてるかって言ったら、まあ、どうかなとか思ったり、はい、そのまあただだからそのベストは尽くしたんですけど、はい、そのやっぱその元々ある台本に YouTuber を載せることがその果たして正しかったかなっていう思いはいろいろあります。なるほど。だけどそこに向かって結構その全力で YouTuber の方々も結構頑張ってくれたんで、そうですよね。まあ、そこがそのどういう風な感じの面白い感じに影響してきてるかなっていうのと、やっぱもともとこの作品一番作った経緯としてなんかそのあの漫画家の柴田よくさる先生っていう、はい、あの八幡ダイバーとか、はい、エアマスターとか、はい、代表作としては書いてる先生がいるんですけど、はい、そのたまたまそのよくさる先生に、はい、その舞台をやった時に、ハイウェイっていう舞台をやったんですけど、はい、その舞台をやった時にお手紙を出して、はい、もう勝手に誰にも許可取らずよくさる先生のことをちょっと書いたんですよ、はい、で書いた時に書いたんで思い溢れてるんで見に来てくださいと、うん、全部無茶な話なんですよ。その許可も取らずに勝手によくさる先生の名前を出し、はい、絶対面白いから見に来てくださいと、うん、言ったらよくさる先生がそれ見に来てくれて、はい、でなんかそこで、あ、思いって届くことあるんだなと。で今でもよくさる先生とは仲良くさせていただいてるんですけど、はい、なんかそういう思いのつながりってあるんだなって思った時に、なんかそういう作品作りたいなと思って。なるほど。でなんかそれってなんかそのなんていうのか、漫画の神様に、はい、今までずっと漫画読んでたから漫画の神様に認められたような気がして、なんかそれがこうなんか俺にとってはそのなんていうんですかね、流星としてこうつながったっていう感じにふと思えた時があって、はい、でなんかそんな話作りたいなと思って。なるほど。それがその出だしですね、はい、この作品、うん、今でもそういうことってたくさんあって、うん、で YouTuber の方たちとのつながりも、はい、すごくその尊いんですよね。もう僕らとか年ちょっとメグさんとかと瀬戸さんとかと一緒の代なんですけど、はい、なんか若手の YouTuber たちとなんかコミュニケーション取るときにすごく面白くて、うん、でなんかそういう感じと、はい、今回はあの劇団の仲間もいっぱい出てます、はい、そうですね、なんかそことのつながりも、うん、なんか、まあ、だからやっててとにかくいろいろ感慨深い、うん、あの作品ですね。そうですね。あとはあれですね、このまたシューティングスターを見た人が何かを感じてそうつながって、ね、はい、くれたら嬉しいですよね。何と感じて舞台の方、うん、7月11日から22日までジョークの方やりたいと思ってるので、うん、はい、ぜひね、あのジョークっていう作品は結構その俺が書いた台本の中で一番面白いんじゃないかと思ってる台本です。まあ、あの人それぞれその好みってあるじゃないですか、はい、カラーというか、うん、俺はそのジョークは結構その全部サビみたいな作品作りたいなって思って作ったんですよ、曲でいうところの。そうで全部サビみたいのできないかなと思って作って、できたなって思ったのがジョークなので、ぜひそうです、ね、来てくれたら嬉しい。シューティングスター見て面白かったなと思った人、なんか感じた人はそうですね、ジョークの舞台ぜひ見に来て。もちろんあのジョークとなんかつなげたドラマの方も作ろうと思ってます。この後じゃあそちらの作品も楽しみに待っていようと思います。
それではもう本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に長い期間ね、撮影だったんですけど、スタッフの皆さんにも助けられて、ありがとうございます。やってました。じゃあお疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それはきっと偶然のようで、約束なんかにはできないよな。で、愛は一瞬だったら、願い事だってたくさんし忘れてきたかも。